今日は遺跡に貢献するの。 冒険者の申請、どうですか？最近の冒険の調子は。大丈夫。最初はみんなそうです。冒険する前に万全な準備をすると少しは楽になると思いますよ。十分に経験を積んだように見受けられますし、そろそろ冒険者協会の重要な仕事を紹介しますね。冒険者協会には毎日各地からの依頼があって、それを冒険者の皆さんに配るんです。 これが冒険者たちの主な報酬源になります。どんな依頼があるんだ？いろいろありますよ。民衆のために怪物を倒すとか、簡単なものから危険なものまで様々。百聞は一見にしかず。依頼を受けた方がより分かりやすいと思います。これが今日の依頼内容です。終わったら報告しに来てくださいね。ちゃんと豪華報酬を用意して待ってますから。 そんなに焦らないで、絶対に失望はさせませんから、期待しててください。ここで待ってますからね。星と深淵を目指せ。 Thank you.
すまんすまん。ほどほどにしておけよ。やみつきにならないでね。
消えるんだ。ダーッ、はぁ、出ろ、はぁ、もう逃げ道はないよ。風邪ひくなよ。こいつはどうだ。おとなしくしやがれ。こいつはどうだ。お前ってほっ、乱暴はやめて。これはお仕置き。出よっ、ダーッ、
出よ。お前って本当にせっかちだな。お前って本当にせっかちだな。お疲れ様です。初めてにしてはかなり上出来。依頼人がありがとうって言ってましたよ。では約束通りこちらをお渡しします。無事今日の依頼を達成しましたね。ありがとうございます。ありがたくもらっちゃうぞ。ええ、これは冒険者協会からの感謝の気持ちです。協会には毎日たくさんの依頼が届くので、皆さんの協力がなければきっとうまく処理できません。毎日依頼を一定数こなせば追加の報酬をもらえますから、その時は私のところに来てくださいね。冒険の証には本日達成した依頼数が記録されます。追加報酬は数が限られているのと、当日に受け取りに来ないともらえませんから忘れないでくださいね。今のところそうなりますね。ごめんなさい。でも安心してください。冒険者たちの報酬を上げられるよう私たちも本部と話し合ってるんです。そうだ、仲間に協力して完了した依頼も追加報酬のカウント対象になりますよ。ぜひ仲間と協力し合ってくださいね。星と深淵を目指せ。高いところに行けば声が遠くまで届くのね。聞いたことあるか。自分と長いしたな。
そろそろ体を動かさないとカビが生えちまうぞ。お前って本当にせっかちだな。興味深い。
うがしなさい。
させないと。しびれなさふぅの涙があるなんてな。騎士として創作に関しては自信があるんだ。おお、頼もしい。探し物を見つけるコツは意図せず探し物を見つける点にある。探すことを考えず適当に見回すことで不意に机の下で見つ。
それと視線のコントロールも大切だ。熱い視線で探すと見つかりにくくなる。目の端で捉えるような、不意に見てしまった感じで。それはコツって言えないな。結構使えるんだぞ。昔ペットのカメがいなくなった時もこれ。アフタヌ、神団長、カメを飼ってたことあるんだな。そうだが。いや、想像できない。なんか意外だ。ん？とにかく神団長のイメージと合わないんだ。あ、そうだ、リルクの旦那なら分かってくれるよな。理解できない。僕も幼い頃に飼ったことがある。おかしくはない。来れるかな？はあ！へっ、出よ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 ！